こんばんは今日も愛媛からですはいどうもありがとうあドナルドさん一番ありがとうございます大将さんおそうなんですよちょっとそれ告知しなきゃあのバルディアちゃんスドリカのバルディアちゃん明日実装のようなのよ 嬉しい。ありがとう見つけてくれてなので明日からのガ,ガチャかなガチャで登場する予定です是非ダウンロードしてゲットしてね「ネコップブラッチ」「モクさん」「しんいち」「ノブさん」「マサさんありがとう」「おともは新新作野菜生活の」の「清見ブラッドオレンジ」あら いいね、えそんなんあるんや飲んだことないな大工さん虹色さんあさみさんブルームーンさん,アマトさんありがとうございますビクボワさんたらこさんテックさんドンチッチッチ,チさんかずのりさんまれいさんひでゆきさんプロトンさんまんぼうさんぐっちかんちゃんさんとうしょうさんまめちゃんありがとうおてもちゃんりゅうりくしーさん あれガッツポーズしてたゆうさん <laughs> 全然記憶えないわガッツポーズねるさんのぶおさんありがとう好きな服あありがとう今日はそうそうこんな感じのこのこれのやつ好きな服かありがとうツナさんありがとうローマ字のえー、もモクさんすごい80連分のジェムたまってくれてるの ありがとうございますえい、ー、やぜひ当ててくれ IIC さんありがとうマーベリックさんエイジさんグッチさんありがとうねナのハさん HK さんキリンさんピノピノさんありがとう今日は山に野草を取りに行ったら今日も取りに行ってたん毒蛇の山か山かがしと思われるのがいただってえ大丈夫なの そんな山の中に似てたの、コロボ。いなっちさん、なおなおさん、ありがとうございます。服はね。そう、こんな感じ。なんか見えるかね。なんか、こんな感じです。うん。<laughs> えったえ、やばいよね今日の暑さ半端なくて私も半袖です今日はそして明日はもっと暑いらしい画伯曰くかさみどりさんかっこいいありがとうございますコシさんロッピーさんありがとうまー、あ、ちゃんありがとうございますありがとうがっくんさんおはぎさんフジモンさん、えー、ローマ字のナオさんいまデッジさんピルクル ブブレイブさんありがとうあらなえそれは早く寝てくれ菜の花さんありがとう来てくれて配信明日もってことは昨日も早かったん大文字のカズさんこんばんはあゆみさとうさんうっちさんゾウさんそうたぼそうそうたぼさんせんパパさんローマ字のマサさんおひつりさん ヤマピー、バルディアちゃんをお迎えするためにスマホ2台で全部食めてるへえありがとうへえありがとうございます嬉しいどんくらいあれなんだろう回せるんだろうか嬉しいねひふみまるさんいらっしゃいあゆみさとうさんまことさんロボリンさんいらっしゃいねえブレイブさんそうなのよ明日の方が暑いんだってストリートくんいらっしゃいまめちゃんプチありがとうゴードン ああ、ほんとゴードン見てくれたの岡崎恋愛司教であそうですそうですえっとオチゆらのさんが出られてるんですよねそうなのよもみちゃんマサさんプチありがとうございますありがとう堀さんストリートくん何女優と竹田稲生さんですかって ユキーさんありがとうあの成田もありがとうございます明日バルディアちゃん当てるぞーって言ってるあ待ってじゃあ明日バルディア実装ですって明日バルディア実装されます ちょっと長くなっちゃった。あきやんありがとうございます。トゲ、何一人多くないって。それは、あれか <laughs> カーナビかカーナビだよな。一人多くないって。ケンスケありがとう。ストリート君姫ヒメ。ありがとうございます。マツカッツさん、シュウさんありがとう。衣装ですかって。いや、うん、まあそうやね。衣装でも着てるかな、ゾウさん。 今日は収録もあったのでうんうん「カーナビーは関西弁とゆうべのどっちなのかしら」と素朴な疑問えっとねあのー、台本は関西弁だねけどなんか自分の言い方というか自分の方言も使っていいよって言われててちょっと混じってるみたいな感じになってるかも台本はもう本当に関西弁だった あぶね明日朝用事あるのであひ広くおやすみ朝用事があるのねムラピーさんありがとう風みどりさんランプありがとうございますカタカナのゆっきーさんひでまろさんそうたぽさんありがとうねその日暮さんユージさんのりたまさんのんびりしたいねんさん さん、さん、ありがとうやばコロボめっちゃいるやん暖かいから暖かい方がヘビって出てくるのさとしさんそうだよね半袖でも暑かったくらいだわ今日明日と明後日東京30度だって暑っえ今日愛媛何度だったんだろう名古屋33度 やばいね、バンクバさん。猛暑じゃん。コバキンさん、ヒラさん、ストンコさんありがとう。のれたまさん、プチありがとう。えー、リラックマお大事に、なんかしんどいだって。暑かったのもあるか小説家さんいらっしゃい。ユッキーさん、プチありがとうございます。ミキャンに悪役いるのなんか悪役というか、ダークミキャンってやつがいる。悪役なのかな さくらタイガーさんありがとうございますお、さとしさんもありがとうドリフのあれだねパートツー見てくれてありがとう愛媛そう、昨日から帰ってるよのりたまさんキーちゃんもいますあ、そうだみんなあのここで愛媛でさここで配信するのさ今日かそのこ今回愛媛にいる間で最後になるかも なぜかというとあの実家がお引越しすするんですよだからもしかしたらこの背景最後かも今回の愛媛で寂しい <laughs> だからきなこもお引越しです私もそのお家変わるから次愛媛変えた時から新しいところになってるかなそうなの お引越しになります。実家がね。シャモさん、テケテケさん、ありがとうございます。大将さんのセミ、あゆととか、ひなほちゃんザウオ、ザウオってお店知ってる？店内の。へー知らない。何？釣った魚をすぐ食べられるところ？あ。 なんかねそういうお店は行ったことはあるけど多分ザウオっていうとこではなかったかもそんなとこがあるんだコロボありがとう明日27度か松山でも暑いね27度暑天気もいいのかにシャモさんテケテケさんゴンちゃんありがとうございます あ、賀来さんさんお大事に咳がひどく医者に行ってきましただってお大事にだブラッチセミありがとうございますブラッチおじさんって愛媛でよくある名字だよねってああそう愛媛でよくあるんかねおじさんって。 確かに結構学校でもいたなおじさん夜風が気持ちいいねっ夜が本当にいいよねこういうなんか日中暑い日って夜がめっちゃいいよね福ちゃんこんばんはひでまろさんプチありがとうフジモンさん西はありがとうエドさん大文字のテストさんいらっしゃいえ 一台は全部百連分だって、え、ありがとう。それはやばい。しおり八十枚、やばい、ありがとうございます。すごい。嬉しいです。しんいち、カウント、ありがとうございます。一時実装なので、頑張って当てまする。あ、ありがとう、当ててください、ぜひ。 関西難ししいでしょねえそうなのよ書いてあることで言ったことないこともあったからねそうなのよでもなんか私こ,こっちでは使わないけど私の家族みんな大阪だからねまあ大阪に親戚も結構いてその時になんかみんなでこう飛び交ってた言葉 でなんかああこれ関西弁やったんやーって知ることもありましたその台本ででも私はもう生粋の愛媛っ子です家族が大阪なんだっけで、ね、難しかったね鍋ちゃんブーちゃんチャンドラーさんいらっしゃいありがとうワンガンさんこんばんは今日は暑かったな明日はさらに暑いみたいですね,ねらしいですねほとに 今日めっちゃ暑かったよほんとマメちゃんセミありがとうございますゴードンの役所ってヒロインというかかなりのキーパーソンになるんじゃってそうなの見てほしいですぜひ秘書役のアリスねそうなのよ結構冷静でかっこいいキャラだよアリスちゃんは ビちゃん、ブーちゃんチャンドラさんチャンドラさんありがとうございます私はカーナビの問い詰め方怖かった <laughs> 誰とどこに行ってたのよってやつですか <laughs> 見てくれたんやエドさんプッチありがとうございますおお錬金お疲れ様配信見て頑張れたぜって言ってくれてるありがとうね お疲れ様。ボーダーさんいらっしゃいそう。山ピー引っ越しなんですよ。でも今引っ越しの。そうなの。準備とかももうね。帰ってきた時にはすっごい。もう片付いてた。愛媛帰ってきた時に。ヨッシーパパさんありがとう。エドさん、ラブレターありがとうございます。エイジさん、西尾とカウントありがとう。ひるゆきさん、花束ありがとね。 C さんありがとうそうそう2回目やね引っ越しもともとのとこからも配信してたもんねその頃から配信してたから前のお家からこっちのお家でも配信してでまたお引っ越しっていうね <laughs> 最後に冷蔵庫を目に焼き付けておきたい。ごめん、もう冷蔵庫はね、来た時に片付けてもらってたわ。画に。<laughs> そうなの。はちみつさん、ありがとうございます。隊長、こんばんは。明日13時頑張って当てますわ。んだって。あ、ありがとう。当ててね、ぜひ。次はお城にお引っ越し。 えお城でもねきなこもねすっごい広々できるようなところさあ行ったことないけどね私 <laughs> 引っ越すのに <laughs> 次はだからね初めて多分、まあ、愛媛帰ってきて初めてお家行くともうもう引っ越しされてるところでんさんいらっしゃいありがとう。 えー、リラックマすごいレベル48すごいぜひガチャしてくださいとうとう松山城に住むのね <laughs> よし焼きドナルドさん2週とカウントありがとうございます今の家で今まで育てられたんですかだとしたら感慨深いですねいやえっとね 18? 18からですね、ここは。だから割とね、最近というか、まあ最近でもないけど、18の時に来たかな。でも、きなこは、このおうち来てからです。このおうち来てから、保護して、あ、もらって、だからね、きなこが今年で6歳なので、6年くらい住んでましたね、ここに。 それまではあのずっと同じ家に住んでて初めてお引っ越しだったのよねここのおにドナルドさんにシュートカウントありがとうブルームーンさんフルありがとうフルはやマミちゃんカウントありがとうついにひなほちゃん松山城を買い取ったんだね <laughs> なんでみんな白なん私城に住むん ついに日本庭園のある縁側のあるお屋敷にお引っ越しだって <laughs> みんな想像が膨らみすぎてないそれ <laughs> い、ね。じゃねどこでね配信しようかななんか写真ではねそのお引っ越し先の写真見てるからあーこんな部屋があるんやとかは知ってるんだけどあの実際行ってないからな,なんかドキドキだわまた来月帰ってくる時。 あ、菜の葉さん知ってる。それ、ドラえもんってちょっと浮いてるんでしょうあの、地上から5ミリぐらい浮いてるとかって。そうなのよ。切りゆきさん、フル、ありがとうございます。言葉はいろんな意味を重ねて。ありがとう。 花火早く見たいなーって。花火あ、今年の今年の花火かいや、見たいね。今年は私も見に行くよ、花火。どっかのは。体調セミ。ありがとう。今日は旅の日です。今行きたい場所はありますか旅旅か。うーん。なんかね、家族で、 ちょっと前に山口旅行行ったんよね。あの、つ角島大橋のとこで泊まったんだけど、それがめちゃくちゃ良くてね、その旅行が。だからなんか、もう一回行くとしたら、そういう海の見えるね、とこ行きたいんだよね。旅行で。島みたいな。どこがいいかな。 せっかくだからちょっと県外にね愛媛以外のところで泊まれてみたいな風見鶏さんアイスありがとうございますひらがなのかずさんいらっしゃいまさみうらさんありがとうオーバージャトップさんしろさんいらっしゃいひらがなのみぼぼあさんいらっしゃいお供はアイスバージョンってあるのいやーお供アイスにしたことはないけど 何そうね飲み物だねいつもヨッピーさんフルありがとうヨッピーさん堀さんも「セミありがとう」えすごっ「ありがとうゴードン7話まで見たよ」って「劇場版がどんな感じになるのか楽しみ」って言ってくれて「ありがとう」見てくれてほんと。本当 道秀さんさっちゃんさん,あり,さん,さんありがとうユッキーさんにゆうきさんセミありがとうブラッチランプありがとうございますおぐっグッチフルーありがとうグッチコシさんも2シュートカウントありがとう大将さんフルすごありがとう明日から2日間家族であすかちゃんのああほんと卒業コンサート見に行きますだってえ明日からなんですかそっか みんな行くのかなここにはないもの。寂しさよ語りかけるな。心が折れそうになる。人は誰もみんな。孤独に弱い生き物だ。ありがとう。 フントムさんいらっしゃいノリタムさんありがとう藤本さん姫ありがとうございますバタコさんカウントありがとうございます何剣先に置いていきますブラッチフルありがとうブラッチ可愛いキメポーズだって今日はねなんかね 珍しい肩のやつだからなこんな感じちょっと肩見えるよってへいえっシドリカのアリスちゃんってどどの子だっけあっおるねあのかっこいい子だあの剣士みたいな子だヤマッピー おるねーサカピーさんヒロユキさんありがとうございますゲーセンで麻雀ゲームやったことありますかえ、あるよちいうかファイトガールはゲームセンターだからねナのハさんマサさんセミありがとうバルディアちゃんゲットするねって言ってくれてるありがとういないないいな おいしい。よい。ローマ字のまささんに、フジモンさん。ありがとうございます。嬉しい。ノムさん、伊藤ちゃん、ありがとう。<laughs> 確かに、関西弁でも、あっちこっちで、ちょっと地域違うだけで、変わりそうだね、方言。福ちゃん。しゅうか。 さんセミありがとうございます普段あまり怒らないだろうから怒る演技は難しかった怒る演技あああのあれであー確かになんかそこ怒るっていうところでは考えたことなかったけどあの1話目の方も結構難しかったねあのその1個前にもやってた。 あれはねあの男の子がねめっちゃ消極的というか <laughs>「ぶつけたらどうしよう」って言ってる回の時も難しかったね。ふふ 健介フルありがとうございます。エボハッチさんいらっしゃい。ありがとう。引っ越しは趣味ですかだって。<laughs> なんで？<laughs> 引っ越しはでも引っ越しするときはあれだよね。あの家具とか選ぶのがすごい楽しい。 この東京のお家を借りる時もめっちゃ楽しかったソファーとかベッドとか決めるの間接照明とかそれは楽しいけど他のことはなんかもうやることがいっぱいすぎてなんかあー嫌だと思う時もある今回の,あの実家はめっちゃ家族にやってもらってるけどもう「のぶさん降る!」 ありがとうのうさんあのカーナビでは目的地に着くのかなーってあのカーナビあのカーナビしっかりしとる設定やからね一応 <laughs> ツッコミ役だからキイちゃんのベッドキイちゃんのベッドあるよここにこれキイちゃんの今ねどこいるんだろうキイちゃんはキャットタワーかなのりさんいらっしゃいローマ字の はさんスーパーズガンっていうやつ見たことないかも私はもうきであの麻雀始めたでさっきがきっかけでまみちゃんフルありがとうまみちゃんひなほちゃんのためにレッドカーペット用意して待ってますのりたまさんが手編みで手編みのレッドカーペット用意してくれるののりたま本当 <laughs> 歩かせてくれるのかいノブさんランプ ありがとうピルクルーエイジさんもフルー、ありがとう元気元気100倍アンパンマンアンアンパンマンエイジさん犬は家に執着があるけど猫は家に執着がないから引っ越しは問題ないななんかね意外とえっと 家にね家をなんか猫って縄張り化しとるらしくてあのやっぱり家が変わったりするとねあの落ち着かなくなったりとかあるよ結構多分あると思うしばらくはちょっとね心配ローマ字のジュキさん,さんいらっしゃい新一フルふる今日もありがとう新一小説家さんいらっしゃい岡村さん ありがとうひでまろさんハートだ嬉しいありがとう四国を制したら次はどこを落としますか <laughs> 怖いこと言ってるよどこ落としますかって三藤翔さんフルありがとうございます今度はおタク部屋の広さが二十畳あるんでしょう。 それはやばい <laughs> 月に1回ぐらいしか帰ってこんのにもうほとんどが私のお食べ屋っていうこれぽんさんサイリウムありがとうテックさん尊いありがとうございます三等賞さん言ったかな風呂ありがとね三等賞さんマサ,サーティーワ1さん稲穂ちゃんもう浮いてる私もひなえもんですかってこと 頑張ったらね頑張ったらウケるかもしれない私も秀丸さんプチありがとうございます天桃さんセミ今日もありがとうああ熱海いいね熱海行ったことないのよピルクル何があるの熱海 間違あ秀丸さんセミかありがとうセミ嬉しいえー、富山天藤さん富山はどこがいいのかどこ海の見えるところだってあるんだははすびさんかな HASBI さんはじめまして来てくれてありがとうございますうわ宮島はね行ったことあるぞそういえば広島 宮島宮島だっけあの神社行きましたおっきいとこありありカンちゃん降るありがとうカンちゃんおっツッチーそれ気になってるけど食べてないそのあの味噌菌ラーメン食べたツッチーネコプ降るありがとうネコプネコプはこれまで14回引っ越してます もう引っ越しのレジェンドじゃん猫ぷ心はもうひなほちゃん以外に映らない <laughs> ありがとう <laughs> 14回でめっちゃ引っ越してるね県外もあれかねいっぱい県外行ってるのかなモクさんテックさん音符ありがとうあれヤマピン本当それ見なきゃ河井田監督が私のことツイートしてくださっとったのか ほんと。んンチンさん、あんアツさん、ありがとう。堀さん、フル。リアル。曖昧な嘘流れて、通り繕った世界は、息苦しくて窮屈。だから飾らなくてもいいじゃない。裸の心さして。はい、ありがとう。 えそうなのよお楽しみにほれさんもくさんありがとうアラジンのランプかつアットマークさんいらっしゃいおっユッキーさんフルありがとうかぶとムシ。飯少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ 甘い匂いに。ありがとう。木さん、姫。ありがとう、姫。猫ぷぅ。てっこさん、かわいい。ありがとう。ブラッチ、堀さん、姫。姫。堀さん、のり玉、ま、ランプ。ふふ。大将さん、ありがとう。めっちゃいろいろくださってる、これ。誠さん、タコ。ありがとう。ふおんぐさん、いらっしゃい。 あれ思ってたこと違った山 P 武竹津さんが CV のやつかぬいぐるみ抱えた子あれあの子誰だったかななんか白髪の剣士の子加納さんだローマレンジャーコテありがとうーローマ人のマサさんハートありがとうございますとろけるサンプチあり,パパありがとうみーパパさんフルありがとうすごいありがとうございます とさききさんんいいらっしゃあありがとうあれれ大工さん出てたそれ「5月20日のベーシストしずぴさん」そう5月ご5月20日 ?5 月20日あそうそうそうあの代官山の方ねあそうかそれは出てるよな代官山の方しずぴさんなのよだから最近で、ね、またお会いしたのよしずぴさん とききさんいらっしゃい伊藤さんいらっしゃい風見のりさん蘭方ありがとうなんかこの背景名残惜しくなってきただっていっぱい見といて秀樹 <laughs> さんいらっしゃい村ピーさん竹山芽一さんフる今日もありがとう虹色さんフるありがとうございますこの星 ありがとう。<laughs> 夢をう僕たちは傷つくのを恐れて笑って泣いて叫ぶけど。ありがとう。虹色さんハート。ありがとう。ハート。 あ、マコトさんライブチケット当選楽しみですだってどこだありがとうねどこ来てくれるのパパタソさんいらっしゃいシュウさんフルありがとうそうだよお城あの次のひなほひなほ家ひなほ城ひなほ城,ひなほ城はあるなひなほひなほの実家がお城お城を引っ越しします山ーフル ありがとうございます MP 稲穂ちゃん、バルディアギルド作らないの <laughs> 作っていいのかな逆に <laughs> 作っていいのだろうかすごいでもみんなめっちゃさ、やってくれてるからなんかそういうの作ったら楽しいよな、ギルドとかそうなのよ トムさんこんばんはありがとうございますあまとうありがとうあまとうさん明日はみんながガチャでバルディア様を引けますようにあみんなバルディア引けますようにパワー引いてこれ明日の1時お昼の1時ああドキドキ カノさん奥様いつもおフルありがとうございますあの松山で一番高いところにひなほちゃんがいるんだよ <laughs> どこよそれ松山城やんそれもうみんなわ私の家松山城だと思ってるみーぽぽさん花束ありがとうございます宇宙人さんいらっしゃい おおジャンさんかおりさんのルームよりプチありがとうありがとうエイジさんレインボースターありがとうねテックさんお久しぶりにフルしてくれたんだってありがとうございますあええー、ありがとう仕事帰りにファイトガールだってすごいしてくれてるスマホのマージャンアプリでおすすめありますかって私がやってるいるのはロンロンってやつ アプリというかなんかブラウザーででも携帯でもできますロンロンって調べてもらったらかなであと連名がやってるのはマージャンファイトクラブならアプリもあるよねうんそれかなそうなのよ <laughs> ミパパさんかわいいありがとうございます ローママサさん、カザミドリさん、ダンプー、ありがとう。即答帝さん、フルありがとうございます。キュンキュンフレーズ。キュンキュンフレーズ。キュンキュンフレーズって何キュン <laughs> その名の通り風みどりさんランプありがとう猫は慣れるまで時間がかかる屋根屋根何屋根ブンブンさんいらっしゃいあそうそうそうトイレも場所変わっちゃうからねいっつももう何年も同じ場所置いてるから今は全然心配ないけど。 えー、そうなの犬は元の家に勝手に戻るときもあるんだそれやばいねそれは心配だねだ猫はそれはないかもしれない確かにいっきッキーさんありがとう遊んでくれてたやつどりか嬉しい明日ストンコさんフるありがとうストンコさんえー、600回訪問ありがとうございます嬉しい ありがとう自宅でライブできちゃったりえ白で私の新しい白であ、そうなのよハラメタルあ、見た小島さんのローソンローソンだよねえローソーローソーかローソーのアイシャドウ あ,れだあのマージャンパイになってるやつだすごいよねエポンさんさありがとう小エポンさんリアルひなほちゃんは運転すると弱気になる人にギャップ燃えしますかえでも強気な人よりいいかもしれないよね注意深いというかその分わかんないけど <laughs> 弱気すぎても心配になるよねでも。 運転してくれる方がドナルドさんフありがとうドナルドさん武田家引っ越しに良心子ありがとう無事引っ越し引っ越しできますように秀丸さんフルありがとう今日も砂島大橋はひな棒の運転で渡ったなりよくぞご無事で、ね <laughs> <laughs> あのおじいちゃんが運転してくれました角島大橋はきいちゃんきいちゃんのきいちゃんがめっちゃ泣いてるおやすみーローマ字のよしさんかわいいありがとうおありがとね今日も猫ぽハートありがとう リュウ振るありがとう竜明日はバルディアちゃんを召喚できるようにお供を並べてみる <laughs> ありがとうどういうことお供 <laughs> 並べてくれてるのみんな当たったら報告してくれぜひコシさんフルありがとうコシさんショールームにライバー向けのメダルがもらえるみたいひなほちゃんもゲットしてねえー、何それゲットしたいユッキーさん お、リュう、ランプ、ありがとう。バンクーバーさんに体調、やった。フル、ありがとうございます。今日は披露、高疲労、高疲労の日。何、高疲労。疲労を癒せる、ひなポーズ。押します。叩きます。 <laughs> 疲労回復してる秀ろさんだるまコティありがとうございます隊長姫姫ありがとうミッチーマウスさんいらっしゃい風りさん姫ありがとうね水色さんブラボーありがとうブラボー わーお体調ハートありがとうテックさん最近竹山ばっかり聴いてるだって嬉しいありがとう好きな曲見つけてくれたヤっクンフルだるまレンジャーもコテありがとうございますキングつばささんいらっしゃい何秀でさんお部屋三の丸って何 のんちさんはまこさんいらっしゃい即答店さんあのあれだアラジンペンギンありがとうございますありがとう小泉茶虎さんありがとういらっしゃいよっちさんいらっしゃいバルディア引くまでリセマラだねってそっかリセマラあの最初始める方はリセマラできるよね確か こりなおちゃんのお家は松山城か道後温泉の旅館のどっちかと予想してます私は何私姫なの <laughs> 何この国の姫どナどなるるさんあれ,あれどこか行ってしまった、えー、あ、トゲかトゲフルありがとうトゲ大歓山の今週土曜日ですねそうなんよもうちょっとよね大歓山ドキドキありがとう よそ見をしたら消えてしまうと魔法にかかってしまった僕はありがとう。テックさんありがとう。いただきありがとう。ショコラシャンありがとう。ネコぷひ姫ありがとうございます。 ブブレイブさんフルありがとうございます明日バレディアがたくさんの方に届きますように届きますようにほんまにれソング頑張れソング,頑張れソングファイト戦う君の歌がなんだっけここしかしら <laughs> ごめん <laughs> この曲ここしか分からん <laughs>「頑張れソング」ってなんかあるかな LOYOU あこれラブだこれはラブだわ「元気を出して」みたいな曲ないかな 横コポンさん、2週とカウントありがとう。昔、松山城のロープウェイ乗ったことがあります。帰りは歩いて下山おおあのロープウェイめっちゃいいよね。そうなんだ、横コポンさん。いっぱいあるよね。リフトでも行けるし、歩いても行けるよね。フラウボウさん、はじめまして、フラウボウさん。ひでまろさん、ダルマ、こっち。T、T 赤さん、カウントとセミ。ありがとう。 うんピロクロありがとうあのペンギンアラジンもういいや私の中でこの子ペンギンアラジンだからいいよねペンギンアラジンでありがとうペンギンアラジンかわいいね「ひるまるサンダル」もありがとうございます 相手が高めそうだなと思って自分が泣いて安手で上がるのってプロ的にどうですか自分が早そうな場合は上がった方がいいのではと思っております高い手上がられる方が痛い時も多いからね、まあ、それもまた展望によるかもだけど持ってるどうでしょうか テックさんかわいいありがとうキラプチありがとうございますストーリーカーはずっとやってられるゲームだねうれしいトンク <laughs> ここに CV 武田ひなほ来たら終わらんよこれ <laughs> ありがとう <laughs> いっぱいやってくださいきなこ怒ってるのいやきなこはねあの お風呂の時に寂しくなるやろねお風呂あお風呂とか行ってる時扉の前で泣いてるの出てきたらもうニャンコロニャンコロ言ってるずっと「なおさんこちありがとうひなほちゃんお疲れちゃん今日間違えて4時間も前に現場行ってる <laughs> それは早すぎるねどこ行ってたの私のお昼 私のお昼はマック今日マック食べた私マック体調ありがとうありがとうねみひろさんにスイカさんフルああすごいありがとう12分あ OK12、OK、分乗りたまふるありがとうございます明日オリジナルのバルディア T シャツ届くのでえな何それバルディア T シャツ 装着してガチャ引きマッスルだって。え、ありがとう。どんなやつ。風見鶏さんハート。だるま。ありがとう。スイカさん、フル。今日もありがとう。焼き、焼き鮭。の皮食べる派ですか。私は好きなのです。あ。私最近食べるかも。昔、あの魚の、あの皮が苦手でね。 食べ,な食べてなかったんだけど大人になってから食べなきゃと思ってからね食べだしてからは好きになりましたあの鮭の皮とかせいかさんいいね好きなんだなんかあのパリッパリのやつがめっちゃ好きパリッパリになった皮がゆうきさんふるっ ありがとうゆきさん。オリピー平井健さんのポップスター。えっと「I, wan I wanna be a ポップスター」「君をもっと夢中にさせてあげるからね」「キラキラのポップスター」「羽を広げ」「魔法をかけてあげよう」「君だけに」 ちょっとサビだけなんとなくわかるえーテックさんセレナーデが一番好きだって嬉しいありがとうえナノのさん何 <laughs> 何を考えてくれたのそれ仕事中8割くらいひなぷちゃんのショールームについて考えてただってそうなの キラカウントありがとうドリフマージャンの時 BGM に竹山流してくれんかな <laughs> それはありがたすぎるやろ流してくれたら秋山さん振るありがとう秋山さん今日の服可愛い,いえありがとうライ,ライブアライブ水平線に沈む夕日を背に 無邪気にいつもはしゃいでた日焼けの後がありがとう。え、そうなの大工さん。ありがとう。イオの姫、私ブラッチ。ありがとう、あの、ランプ。カイドウさゴロウさん、ありがとう。アントワンさん、ありがとう、今日も。 世界一の大言語になる男さんだ。ありがとう。はるか猫さん、ありがとう。負けないで、あそっか。負けないで、もう少し最後まで走り抜けて。ひらがな斉藤さん、いらっしゃい。ひらさん、姫。ありがとう、ひらさん。お大工さんもカウントとフルー、今日もありがとう。おじゃあ。 いつものちょっとテロップにも書いてあるんですけども明日あの私がキャラクターボイスを務めさせてもらってる「スドリカ」というゲームのバルディアちゃんが実装されますとうとうドキドキ私も当てるぞなのでぜひ皆さんバルディアちゃんゲットしてくれたら嬉しいですなんか何やら明日のお昼の1時からの実装みたい。 ゲームもすごくね楽しいので遊んでみてね「ペンギンアラジン」「あ、ファイト戦う君の歌を」「戦わない奴らが笑うだろう」 オケハルさんいらっしゃいありがとうローマ字のマサさんランプありがとうノイチさんいらっしゃい愛媛はマクドーではないのねうんこっちはマックやでみんな母はでもマクドーって言ってるマクドマクドが西寄りなのかなハラメタルンフルー ありがとうハラムタロン「ひなほカーナビにむっちゃ腹立つわ」って言われて <laughs> むっちゃ腹立つわーちょっとさぐでたまっぽくなっちゃったよねあれ <laughs> ワンガンさんセミ今日もありがとうできればクッションさんたちもお引っ越しお願いしますえそうお引越ししますちょっとねなんかいろいろどこに置くとかまた。 あれだけどお引っ越ししていくよ通りすがりのビュ優さんこんばんは割って入りますっていらっしゃい来てくれてありがとう秋葉原滞在中え、今もいるの秋葉原何何用だけんけんぱーさんいらっしゃいごえもんさん ランプありがとうございますえ画伯タイム堀さん画伯タイムまだあのみみんなに見てもらってない画伯の絵あるかなりょうちゅわんさんいらっしゃいりょうちゅわんさんこえぽんさんサイリウムありがとうあっなりたまありがとうね告知。 そして、あー、なんと、47名様のフル。本日もありがとうございます。嬉しい。アニラジさんいらっしゃい。お、テックさん、宝箱、ありがとうございます。嬉しい。わ、めっちゃ告知してくれてありがとう。オカめさん、フル。ありがとう、オカメさん。キイちゃん、寂しがり屋なのね。って。いや、キイちゃんはね、猫界の中でも、かなりの寂しがり屋だと思う。多分。そうなのよ。 猫界でもかなり上位の方だとえー、ブラッチ本当今日職場で2018年頃の私を知っている人を見つけて話し込んでしまっただってあの応援してくれてたのかなえー、ありがとう小説家さんふるありがとう小説家さん今日マ ショーン、K、さんいいらっしゃいそうなのよ仕事中もやってくれてんだレベル上げいやすごすぎるそれはえっひでまるさん出会って1ヶ月ありがとうショールームで出会って1ヶ月だってはや毎日ありがとうございますカタカナのグーさんいらっしゃいグーさんブラッチあのランプありがとうランプ マサさんフルありがとうございます私は新しいところに引っ越すと近所を散策しますお雛もしますかえー、したいね近所散策何があるかとかねそうなのよ猫いるよ熊次郎さんどこだろうか多分リビングの方にいるかなちょっと連れてくるね そうなんだ、通りすがりさん。モモクロ祭のライブ行ってんだって。いいね。よし。あ、仕事現場で知ってくださってたんですか、その方、ブラッツ。ありゃ、本当。きなこ、あ、きなこタイムする前に、先、お友ムしようかな。キャーの頭。 芳醇、シーシーレモン、モモミックス。いやこれ飲みます、今日は。いい <laughs> 食器もさ、ほとんどね、あの。 詰めててもうまた昨日と同じコップを <laughs> 洗いながら使ってる <laughs> ありがとうということで音もある方一緒に乾杯どんな味するんだろうん、はあすごい うわーレモンと桃合うねめっちゃ酸っぱいけどあのレモンがめっちゃ入ってるのかな結構後味酸っぱい,いやでもめっちゃ桃の味するからすごいあの果汁があでも果汁1%だめっちゃ桃の味する美味しいこれはね自販機で見つけたのよねたまたま。 ボス系の自販機だったかな。自販機に売ってました。瞳落ちそう。<laughs> えのさんさん、ハートありがとう。いらっしゃい。あ、みんな乾杯。じゃ、ちょっときなこいるか、見てこようかな。 你呀。Yeah.

なかごめんねごめんかうんきにゃこもお引っ越しだよ心つもりできてるもうちょっとでお引っ越しだよこの家も思い残すことない、うん よいしょ最近首輪するの大丈夫になったのい,いやうんそうなのあのいつもね自分で外せるんですよ首輪を今回はなんか外してないみたいだけど多分なんか <laughs> 外そうと思ったら外せる技を持ってるのかもしれないきなこ首輪をうり2つでしたうそほんときなこ きなこ戻ってったわ母のところに <laughs> すごよしちょっとランキング読みしようかあ明日もしかしたら早い配信かもしれなくてちょっとまた告知するね早くなりそうだったら先言っとこうよしではランキング読みします ひ位秀行さんありがとう秀行さん嬉しい今日もありがとうございます12位あ藤フジモンさんありがとうフジモンさん誕生だありがとうね11位あっね猫ぷねありがとう嬉しい今日もありがとうあ十10位もくさんありがとうもくさん今日もありがとうございます 9位お隊長ありがとうじゃんにゃん隊長男女いつもありがとうございます8位ローマ字のマサさんありがとうなんかポケモンみたいな声出ちゃったマサさんありがとうたくさんラッキーセブンあンあエポンさん7位ありがとうねー今日も明日はいい日になるぞい6位ブラッチありがとうブラッチ嬉しいたくさんいただきありがとうね そして5位秀丸さんありがとう秀丸さん嬉しい男女ありがとうございます4位あ虹色さんありがとうね虹色さん嬉しい今日もありがとうございますそして3位プンアボンピルクありがとうピルクルうしいたくさんいただきありがとうございますそして2位プンアボン即答店さん セミ、ありがとう。あ、間違えた。二位。<laughs> 間違えた <laughs> 2。二位あ、ありがとうございます。たくさん。そして、今日の第一。うん。あボンてっこさん、ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。てっこさんだ。一位。ありゃ、たくさんいただき、ありがとう。二千三百六十四名様。たくさん。 今日も来てくださってありがとうございます毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです今日もありがとうということで一曲歌って終わろうかな今日もイヤホンマイク持ってきたので ほーいほーいではリクエストタイムよーいスタートありがとうーそうだね明日の配信えっと7時とか6時とかかな 深海少女海の声いいね海の声星座になれたらいいねもうすぐ時計は6時祝福ディスゲームデパーチャーズ離さないでキュート世界は恋に落ちている君の知らない物語 思い切りプロミス・ザ・スターいいね名残雪まずは変わらないものブルーバードアイドルタイム・ゴーズ・バイトゥモローアライブタッチタッチタッチここにありがとうたくさんノーさんいらっしゃいありがとうね ダイヤモンドクレパスライオンはいありがとうじゃあどうしようかな